約10分ほど走っていきます。その間は表の景色を見てお待ちください。途中にはさまざまな景観、お魚を見るところに到着いたしましたら、こちらでもう一度ご案内をいたします。どうもしましょう。餌あげると思ってきた。なんかカモメじゃなくてトンビの餌付けですねこれ。いなくなった。すごい。うわー。マジですか。ああなるほど。はい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 。そうなんですよ。うお。あ本当だ。足動いてます。お。おお。わあ。あれ、あれはこの餌には反応しないんですか？反応しない。おお。というか寄ってこない。あ、寄ってこない。じゃあもう寄ってくるのはカモメとこのトンビ。そうですね。ああ。これまた違うんですか？昔が赤と黒と混ざってたんですね。はい。これが、目印です。あ、そうなんですよ。こんな近くさっき群がってましたよね。あれはユリカモ。これ下に伊勢エビとかいるんですか？います。たまにね、本当にあのタイミングで歩いてますね。ちょっと上上がりましょうか。よいしょ。これオキアミですか？オキアミですか？そうです。魚の状態に。おおおおお。もっといっぱいいたんですけどね。あ、そうなんですか。船長のあの、アナウンスあったように、はい、沖合の方に行っちゃったかもしれない。ああ、この倍以上はいたと思うんです。はい、さあ、これで東大寺の民謡の建物の循環あたりが一家を挙げて両県の参加また カモメすごいですね。トンビも。実はね、あんまりいなかったんですよ、カモメも。あ、そうなんですか。だけど今日は多かった。あ、そうなんです
すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。